こんばんは、三輪忍です。この動画は5分間謎解きミステリー出題編です。それでは始めさせていただきます。今回の話はパゴットさんの矛盾する意図。問題は、大川警部は現場であるものを見て、自殺にしては少しおかしいと考えました。大川警部の推理を説明する上で鍵となるものは何か。それではどうぞ。ある寒い土曜日の夜、カオルは別居中の夫、中田武史が住むマンションの玄関前にいた。カオルは帽子、サングラス、マフラーをつけ、コートを羽織っていた。腕にはハンドバッグをぶら下げ、手には手袋がはまっている。時刻は午前0時40分頃だった。カオルは合鍵を使って玄関を開け、短い廊下を通って広いリビングに出た。その奥にあるドアを開けると、夫の寝ている狭い寝室がある。夫はベッドの上でぐっすりと眠っていた。最近は睡眠薬を服用しているという話だった。仕事が忙しくなり、疲れているのにストレスで寝つけない日が続いたためらしい。寝室の隅には小さな机があり、その上に彼の仕事カバンが置いてあった。中には彼が今取り組んでいると思われる仕事関係の書類が入っていた。カオルはそれをくしゃくしゃに丸め、くず箱に放り込んだ。そして、用意していた書き置きを夫に触れさせてから机の上に置いた。寝室には小さな石油ストーブが置いてあり、カオルはそのスイッチを入れた。さらに、リビングに置いてあった大型の石油ストーブを運んできて、そのスイッチも入れた。そして、改めて夫の顔を、やがて死ぬであろう男の顔を見下ろした。冷静に憎しみを込めて。夫の枕元にある時計が午前1時を示す頃、カオルは明かりのスイッチを切り、寝室を後にした。残された2つの石油ストーブは勢いよく燃え続けている。それから約10時間後、中田の寝室で大川警部が部下の北や森崎と話をしていた。石油ストーブのスイッチはすでに切られ、ドアや窓は開け放たれており、冷たい風が部屋の中を通り続けていた。死んだのは中田武史。死亡推定時刻は午前4時半頃と思われます。死因は一酸化炭素中毒だそうです。うん。最初に発見したのは？彼の上司と同僚です。仕事に関する大事な打ち合わせをするはずだったのに、彼がなかなか来なかったので、直接訪ねてきたようですね。鍵はどうだったのかな？閉まっていたそうですが、管理人に事情を話して借りたようです。よほど大事な話だったんでしょう。そして死体を発見した時刻が、今から30分ほど前ですね。ストーブ2つをつけたまま寝るなんて、寒がりが災いした事故ですかね。違うと思うぞ。実は警部、机の上には書き置きがあったそうです。換気の際、風で飛ばされそうだったらしく、警官の一人が一旦保管していたそうです。北が出した紙には次のように書かれていた。仕事に疲れました。もう生きていてもしょうがありません。これから死への眠りに入ろうと思います。事故の線は消えましたね。そうなるね。仕事が嫌になっての自殺だったんでしょうか。今日使うはずだった資料はクズ過去に捨てられていましたし、実はちょっと引っかかっていてね、ひょっとすると自殺ではないかもしれんぞ。ちょっと待ってください。事故でも自殺でもないとすると、まさか殺人ですか？かもしれんぞ。確信しているわけじゃないがね。問題。大川警部は現場であるものを見て、自殺にしては少しおかしいと考えました。大川警部の推理を説明する上で、鍵となるものは何か。それでは回答編でお会いしましょう。
お相手は三輪忍でした。